こんにちは。今回は資源回収についてお話ししようかと思います。旭ヶ丘町内会でございます。環境衛生からです。6月の資源回収実績が 19.67 トンでございました。収入としては16万4323円で、団体協力金というのが3万円出ております。これはね、18トン以上だったら出るわけなんですよね。で、今回は初めてのアルミ缶回収だったわけですけども、本当にね、皆さんのご協力のもと滞りなく集めることができました。車を提供してくださった方ね、車内が汚れることもありますんで、十分ね、お気をつけて衛生管理されてください。それからね、で、缶を出される方はやっぱりね、集めてくださる方がいますんで、瓶に混ぜたりとかね、めちゃくちゃにしたりとか、アルミ缶以外を混ぜたりとか、そういうことせずに、やっぱりね、こう集めてくださるという気持ちで、アルミ缶を中でね、水すすいでいただいて、少しね、こうくにゅっと潰していただいて、傘を減らしてくださいというお願いがね、出されております。そうすることによって回収業者さんがものすごくね、スムーズにできますんで、やっぱりあまりにもね、多いとちょっと回収できないよってことになっちゃいますから、まあせめてね、水かさを増す意味で、水かさじゃない、傘をね、減らす意味でちょっと潰していただくと、コンパクトになって運びやすいのかなと思いますね。ご協力お願いします。今回は以上ですね。で、7月19日は資源回収がございます。担当は子ども会育成会でございまして、旭ヶ丘町内会は7時半からの回収になりますので、いつも通りよろしくお願いします。この日はですね、溝掃除があったり、それから草刈りがあったりとかして、結構忙しいと思います。ですので、7時半から資源回収、8時半から溝掃除、それから9時から草刈りみたいな段取りがよろしいかと思いますので、よろしくお願いします。それでは。